皆さんこんにちは。アーティング代表の山崎翔です。ちょっと真面目に音楽理論ということで、本日は、ダイアトニックコードの確認をしていきたいと思います。ダイアトニックコードっていうのは何か、これはそのキー、例えばキーが C だった時に、そのキーの中のスケール音で作ることができる三和音の集合体ですね。例えばキーが C の時、そのスケールの音っていうのは鍵盤で言ったらドレミファソラシドですよね。でその音を一つ飛ばしに重ねていくと、例えばじゃあドでレを飛ばしてミでファを飛ばしてソ、そうすると、ドから見た時に1ドで、ミの音はドから見た時にメジャー3ドで、ソの音は、ドから見て完全5ド、 C というコードになっていますということですね。でこれをまあ当然全部今ドでやりましたけど、当然レから重ねていく、でミから重ねていく、ファから重ねていく、ソラシ、つまりドレミファソラシ、7つのコード、7つのダイアトニックコードっていうのが、存在しますと。はい、で、まあ、この等音記号でオタマジャクシを書いておきましたので、一応に確認していきましょう。まずまあ左からいきますね。キーが C だった場合、C、D マイナー、E マイナー、F、G、A マイナー、B マイナー、フラット5。はい、この7種類になります。ダイアトニックコードっていうのは、あまり聞き慣れない言葉だと思いますので、最初は、とっつきにくいものかもしれませんけれども、このように、非常に簡単なものですので、ちゃんと自分自身の中で理解をして、ご自身の作曲だったり演奏に生かしていただければなと思います。はい、ではまた。